はい、今回は十段戦の最終予選から、尾形真樹九段対井山裕太名人の碁を見ていきたいと思います。井山さんがね、予選出られるのは珍しいですよね。はい、ここは主張がいいので切る、定石選択ですね。つないで、ここはね難しいところですけどね、このシチョウがね黒がいいのでね、はい、伸びる手もあるんですね。基本的にはね、黒もやれそうな感じもしますけどね。でもしっかり白もね、つながることができましたね。なんかこの辺りでなんか入ってね、打つような手も考えたいですかね。それから入りました。これこっちから切ってこう抱えっていうのはね、非常に珍しい打ち方ですね。隅を生かしましたね。これは伸びたいんですけど、こうやろうっていうことでしょうかね。こうやったら渡れますからね、黒の根拠は奪われてしまうので、ぶつかって、気づいてみるとね、白は良くなってるんでしょうかね。コスミツケからこの辺り、ここで投了となりましたね。地合いが、差がついたっていうことでしょうかね。ちょっと切れてしまいました。はい、じゃあこの辺りで、ね、終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼します。